この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんにちは。私はマルチコです。そして今回新しい料理のレシピで戻ってきました。コロンビアのサンタンデルから持ち帰りました。今日の料理は牛の目のチョコレートです。そして実際に牛の目担当は何を指すのかというと、本当に牛の目ですか？信じられますか？私もこのレシピにはかなり驚きました。実際準備はかなり手たまたり次第でした。レシピがよくわからなかったからエロール。でもプロセスの録画を残します。予想外に複雑な準備の後、ようやく私たちのチョコレートと目ができました。さて試してみましょう。私はもう少し濃厚なものを期待していましたが、実際はとても可愛いです。美味しいです。組み合わせがとてもよく合います。小ぶどうとビタチョコレートの再び試してみます。目の味を検出できるかどうか、おそらくメクは浴びのためではなくテクスチャーを与えるためです。この料理は非常に興味深いと思います。実際にはとても美味しいです。家族でのおやつにとりま、しかし本当にこれが材料の一部であることを知ってチョコレートを飲みますか？私は問題ありません。は実際に気に入りました。ただし興味深いと認める必要があります。あなたはこのようなチョコレートを飲みますか？コメントに意見を残してください。それで以上です。次の料理の提案をお待ちしています。ヨーロッパ、アメリカ、またはアジアからです。次のビデオでお会いしましょう。